態度は鈴木浩二が表したリングシリーズのミステリーホラー小説である。2013年9月5日に角川から単行本が刊行され、さらに2016年3月25日に角川ホラー文庫が刊行された。メディアミックスとして本作を原作とした実写映画が2019年5月24日に池田エライザ主演で公開された。ループに戻った。 高山隆二は、柏田誠二の名で、予備校教師として暮らしていた。教え子の夢理恵から、幼馴染の田島春菜についての相談を受けるが、その中で、柏田は自分に向けられたと思われる、メッセージ受け、その暗示に基づいて、大島を訪れる。そこで、柏田は、山村静子の息子で貞子の弟である、山村哲夫の存在を知る。そんな中、自分に、 うり二つの川口徹と出会った柏田は、突然意識が封じ込められてしまう。水を返して、コミュニケーションが取れることに気づいた柏田と、川口は、隆二が、ループ界に戻る際に二人に別れてしまったことを知る。川口は柏田に代わって、高山隆二の母、水穂について調査し、水穂と山村静子が同一人物であることを突き止めた。静子は、 幼馴染みの源氏の力を借り、死んだと見せかけて、高山水穂として、第二の人生を歩んでいたのだった。そして、龍二こそが山村哲夫であった。水穂に選ばれた哲夫と、捨てられた貞子。貞子の怨念は、静子と哲夫に向けられたものだった。水穂に会おうと旅立つ川口と柏だ。実は二人は、最初から別れてはおらず、二重人格になっているだけで、あった。 水穂、そして、貞子と再会する鉄尾。貞子は鉄尾に二つの要求をする。一つは、水穂を自分に見取らせること。もう一つは、人類の未来と引き換えに、最も嫌だと思う死に方をすること。それはかつて探偵の間庭と話したことがある、少女連続誘拐殺人事件の犯人として、死刑執行されるというものだった。貞子のタイトルで、中田秀夫監督により、 2019年5月24日に映画化。主演は池田エライザ。態度が原作とクレジットされているが、登場人物が異なり、YouTube を題材としているなど、内容は小説とは異なるオリジナルストーリーとなっている。どちらも映画のノベライズで原作小説の文庫化ではない。また、映画本編と一部内容が異なる。サデコに関するカテゴリー。 ありがとうございます。